すいません、村上と申します。今日はよろしくお願いします。現時点で約500以上の方がアクセスしていただいてるんですが、それがゆえに皆さんにはちょっと画面とか切った対応その他お願いしておりまして、ご不便かけますがお許しくださいということで、僕自身も皆さんのリアクションがよく分かんないまま喋ってるんで、ちょっと分かりにくいとかあるかもしれませんけど、お許しいただければと思います。お手元の資料、地域未来構想20オープンラボウェブ説明会ということですけれども、これは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金というのが合計3兆円今地方自治体の皆さんのお手元に届いてます。でこの3兆円が何でもかんでも地方創生に使えるかというと、足元のところでそれこそ話題になりました、休業中その他の企業への協力金であるとか、公共料金の減免であるとか、とりあえず足元を生き延びるための事業継続等への対応分とオレンジで書いてある部分、国の直接の施策もいろいろありますけれど、国の共通の一律の施策だけで手の届かない分について、自治体独自の現場を見てここが足りないというところをこの財源の中から使っていただいているところですけれども、今回、最初に1兆円、その次に今回の二次補正予算で2兆円合計で各自治体の皆さんにお渡しをしてますんで、少しでも余裕があればオレンジの部分ではなくて、緑の新しい生活様式等への対応と、1円でも多くこっちに使ってもらえないかなという思いもあり、こんな取り組み課題があるんじゃないかということで政策分野集を予算を自治体の皆さんにご案内すると同時にご案内いたしました。基本的にこの交付金は自治体の皆さんがご自身で使い道を決める交付金なので、国は一切用途について細かい審査はしません。最終的には自治体の皆さんがどれに使うか自由に決められるんですけれども、ぜひここで挙げた20の分野を参考に、これからご説明するような取り組みを官民連携してやってほしいという思いがあり、一部の自治体の皆さんからはすでにパートナーになる企業を探したいであるとか、誰とどうすれば一歩先に遠隔教育が次に進められるのかとか、遠隔診療どうすればいいのかといった声も上がってますんで、今日ご案内するようにオープンラボという形で企業と自治体と我々との間で皆さんのお互いを紹介するような仕組みを立ち上げたい、その時の共通言語として今回ご案内いたします、その政策の20分野種地域未来構想20というのもぜひご理解をいただきたいというふうに考えているところです。理屈はともかくちょっとどれかの分野で見てみましょうということで、ページ数で言いますと、13ページっていうのが右下にあるんですけれど、教育を例にお話をしてみようと思います。実際問題、今先ほどの緑の新たな生活様式への対応ということで予算をご検討いただいている自治体の中で一番お問い合わせが多いのはこの教育の分野かなという感じを今持っております。じゃあこの教育の分野でどういう取り組みをこの交付金とこの企業の皆さんとのコラボで生み出そうとしているかっていうことですが、教育の分野に関しますと今回の補正予算も含めてギガスクール構想ということで、文部科学省の方から平均的目安の単価として1台 4.5 万円で、最終的にはこの2年間かけて全義務教育の皆さんに1人1台パソコンなり通信環境なりが整う仕組みを作ろうと、そのための予算をつけようと、こういう動きになってございます。で、片方で経済産業省の方からはエドテックということでの補助金が出ております。それから通信環境を整備をしようということで言えば、総務省さんからも推進事業という形で予算が出ています。ですが実はこれを上手に組み合わせて作るって意外と難しいんです。
例えば、1人1台 4.5 万円で9割交付のお金が、まあ、こういう言い方してもあれかな、あれですけど、文部科学省さんから各自治体に降りたとしても、例えばこれだけ急に需給が逼迫する状況の中で1人1台のパソコンを調達しようと思っても、ないしはタブレットを調達しようと思っても、本当に 4.5 万円で買えるんだろうかと。例えばご家庭に無線 LAN がないご家庭も含めて、全員のお子さんに遠隔教育の環境が行き渡らないと双方向の授業ってできませんから、じゃあ本当にこの文科省の予算の積算の中だけで、我が市内の教育委員会は一人一台通信ができる環境を整えられるんだろうかと、ね、加えて言えば、じゃあ通信手段は SIM カードでそれぞれに IP アドレスを振ってアクセスさせる方がいいのか、学校内 LAN を充実させて無線環境のないご家庭にだけ無線環境の補助をした方がいいのか、それともエリアごと Wi-Fi 環境のようなものを整備して、それを教育も観光も使うといったようなやり方をした方がいいのか、まあ、こういう話になってきた時点で、まず、失礼な言い方をすれば多くの教育委員会がお手上げです。どうするのがベストか、 PTA が怖いからフィルタリングをちゃんとかけなきゃいけないっていう話にはなりますけれども、どういう通信環境との組み合わせがベストなのかといった時点で、教育委員会に問い合わせても学校長に問い合わせても先生に聞いても、まあ、時々詳しい方いらっしゃるんで、それはこうじゃないかと、まあ、普通の企業で言えばそこそこの LAN 回線をきちっと組んだことのある責任者であれば大会のこと分かる程度の話ではあっても、なかなかそれがきちっと分からないっていうのがまずスタートです。次に、じゃあ今度その通信環境整ったのはいいけど、教材どうすんだと、教え方どうすんだということになりますと、例えばエドテックの補助金が取れている自治体はこちらでいろんな実験ができるかもしれませんが、経産省のエドテックの補助金は全ての自治体に行き渡っているわけではありません。無線環境整備事業の総務省の事業を使おうということでも、これもどう組み合わせればいいのかよくわからないと。でもっと言えば、今学校の現場に行って、私もあの PTA の会長やってたんで、この間あの校長先生と話してきましたけれど、とりあえず、まず一人一台で大体そもそも十分につながってないのでオンラインの授業できませんと。で目の前ではと、運動会をこの3密対策の中でどうしようっていうのが頭の痛い課題で、まあ、とりあえずちょっと遠隔後回し、これ実は我が区はもうすでに一人一台タブレットが入っている区なんですけど、そこですらそういう状況ですし、通信環境が十分でないので、校長会をリモートでやろうと思ったら、全部つなげてみたら、あのサーバー側のスペックの問題だと思いますけれども、 Teams がつながらないので、校長会がオンラインの顔出し付きでできませんと。しょうがないから音声だけでやってますと、まあ、こんな状況でどうやって次に行くんだと。でその上で何を教材にしてどう教えていくんだと。それは実際問題、この3ヶ月なり半年なり遅れた子どもの教育に対してどういうやり方をしていくのか、もうここで正直言って立ち止まっちゃってるのが実態です。でも教育委員会から見て、学校から見て、じゃあ誰に相談すればいいんですかと、どう進めればいいんですかということを言われても、うーんって言って、多くの市町村の教育委員会が立ち止まっちゃってるのが実態に近いんじゃないかと思います。で加えて言えば、ピンチはチャンスって私よく言ってるんですけれど、こんな時でないと対面原則でみんなお子さんたちが、できる子さんに、ちょっと変な言い方ですけど、できるお子さんには優しすぎて、難しいな、算数苦手だなと思うお子さんには難しすぎる鶴亀山の例題を50分かけて2台だけ解いて、でできるお子さんには不満、できないお子さんには分からないいうような状況を、今ならアダプティブに、もしくは反復継続学習で教育スタイル変える大チャンスだと思うんですけれど、現場感からいくと、そんなものを試してみるなんていう状況じゃなくて、まずどうやって一人一台入れようか、アップアップ。じゃあ何が一体足りないのか、教育の専門家と IT の専門家の知見です。でしかもこれご存知の通り、学校の IT 化っていうのは基本的には教育委員会の方で調達資料を決めて物を入れていきますから、教育委員会単位、エリア単位でこういうふうに遠隔教育を進めていくっていう戦略や方針をちゃんと立てないと、まあ、もちろん学校長に判断委ねられているようなエリアもありますけれど、じゃあ校長先生やってくださいと言われたところで、
公立の小学校や中学校の校長先生が自由にできる予算なんて持ってるのは年間10万とか30万とかそんなもんですから、それで一体何をせっちゅんじゃっちゅう話になります。そうしますと、せっかく文科省がギガスクールでこれだけ一挙に教育の IT 化を進めようと、でかなりの金額のお金が出てるにもかかわらず、民間のプロを連れてくる、いろいろな国の施策を上手に組み合わせる、でそれをエリアごとの単位でどういう遠隔教育戦略を立てて進めていくか、これエリアごとに戦略を進めてパッケージにして動いていかないと、ただお金は引っ張ってきました、ただ9割型1人1台カバーできるだけのお金がありましたっていうことじゃ、やっぱりなかなか現場進まないんです。でそういった時に、それぞれの省庁の例えば PC の単価が足りない、うちはエドテックの補助金が取れてないので教材の導入費用が足りない、もしくは地域共通の WAN なり LAN なり Wi-Fi なりを入れたいんだけれど、総務省の授業うちは取れなかった、それをトータルの戦略にするための専門家を雇うための予算が、まあ、文科省から ICT 教育支援員っていう年収150万のサポートもちゃんと出てはいるんですけれど、その条件ではめられるアドバイザーが採用できないいう時に、ありとあらゆる積算の制約なしに、じゃあその費用は交付金で出しましょう、足りない単価は交付金で足しましょう、エドテック補助金が取れてない団体はじゃあ教材費用はこの交付金でやりましょうと、いろいろな形でこの使途の自由度が高い交付金は各省庁からいただいたお金の隙間を埋めてエリア全体の戦略を固めて実行に移していくために自由に使えるんです。ある人口数万人の自治体では8億の臨時交付金が今回降ってきましたが、そのうちの1億を遠隔教育に振り当てたいと、ギガスクール構想の予算ももらってますと、エドテックも当たってますが、それでも届かない分をあと1億くらい追加で回せば、教育委員会ごと一つの戦略を書いて、うちのエリア全体に少なくとも小学校6年生と中学校3年生については双方向の授業の実施も含めてコミットできるところまでいけるんじゃないかということで今検討されている自治体がありますけど、その時に必要なのが、まあ、その自治体の場合はたまたまいい民間のパートナーがすでに見つかってるんですけれども、一緒にやれるパートナーが見つかってるから身動きが取れると、こういう状態になってます。今回の臨時交付金を活用する戦略の中の3つのポイントのうちの1番目がこのエリアごとの戦略で分野ごとにアプローチを決めると。例えばその次のページに医療が入ってますけれども、オンライン診療を進めるという時に個別のクリニックにテレビ電話会議ができる仕組みばっかり以下に入っても、でクリニックがその時にレセプトと一緒に処理できるといいな、カルテと一緒に処理できるといいな、その上でついでにオンラインもできる仕組みくんないと言って、一クリニックあたり500万とか800万とかするシステムを入れても、まあ割の高いレセプトの仕組みを導入するようなもんで、個々の医療ごとに遠隔診療ができるできないだけやっててもなかなか進まないと、まあ、それよりもむしろ初診の問題も含めてどうやって地域包括ケアのエリアの仕組みの中で、初診に誰が来た時に次の二次診療の紹介の仕組みをどうする、その時に電子カルテはどうやって共有をする、その時の診療報酬請求でできれば規制緩和を生かし、しかもうちの自治体の場合は初診に対して自治体から積極的にオンラインに移行するための補助金を上乗せしたいけれど、それは一体どうやってそれぞれの一次診療のお医者さんに配ったらいいのかみたいなことも含めて、それから当然それを処方箋で出せば、今はそれをオンラインの処方箋で出してオンラインで薬局で処理をして外に出かけなくてもちゃんと薬のデリバリーができる、これも技術としてはもうこんなもんいくらでもあるんですけれども、実際にそれを取り入れるためには医療機関と薬局とがエリアごとに戦略を作ってしっかりとどう進めていくのかを決めないと、個別バラバラにそれぞれがオンライン化しましたって言ってても、まあ、全く身動きが取れないということになります。まあ、そういう意味でも本当は IT コーディネーターの活用って左上に書いてありますけれど、地域包括ケアの IT 化 DX を丸ごと進める本当は地域医療 CIO みたいな人が欲しいくらいのところでございまして、こういう戦略を自治体、医師会、その医師会の系譜に強い大学の医学部、先生たちの流れやその地元の薬剤師協会みんなで力を合わせて、このコロナの時だからこそ、こんな時だからこそ横に手をつないで
一挙に地域医療のデジタルトランスフォーメーションを進めようじゃないですかと。まあ、こんな時でもなきゃ縦割り越えて話なんかできないですよねというようなところをどう進めていくのかというところで、官と民が医療の専門家も IT の専門家もそれぞれの地域の関係者も力を合わせて取り組んでいってほしいと。もう一つそのエリア戦略ということで紹介をしますと、例えば17ページリビングシフトという考え方でとりあえずまとめておりますけれども、このピンチをチャンスに変えるというキーワードで言いますと、今一番大きな変化は日本国民の意識が変わってるんです。まあ、すごく端的に言えば、都心で暮らしてるのっていいこと、そもそもなんで定時に通勤の一番混んでる時間帯の同じ時間帯に通勤して行って帰ってこなくちゃいけなかったんだっけ、会社行かなくったって結構仕事できんじゃん、会社によってはですね、いろんなところで本質的なところに意識改革が起きてるんですけれど、この意識の変革をいつの間にか元に戻してしまうのか、意識変革が起きている今この間にこそ後押しをして、政策が後押しをして一挙にライフスタイルを変えていくのか、これ大チャンスなんです。で、このリビングシフトのコンテキストの中にはワーケーションが入る、サテライトオフィスが入る、普通のリモートワークが入る、いろんな形があると思いますけど、これもさらに各会社ごとが単発でリモートワークするだけじゃなくて、そのこととワーケーションが地域と東京で同時に動けば新しい仕事のスタイルが一挙にできるんじゃないかと。会社さんによっては未だに一人も出勤してませんなんてテレビでよく取り上げていただいているような兼業副業に熱心な会社さんとかありますけれども、そういった方々が例えば特定の地域と組んで一挙に特定エリアのワーケーション戦略と東京のオフィスのリモート戦略とを同時で進めるような戦略が書ければ、地域が単独でやるとやりがちなのはワーケーションの時代だとかサテライトオフィスの時代だって箱もんだけ作っちゃって、そこに誰が来るのかって戦略が組めないまま、施設整備したのはいいもんだけど回転率が上がりませんと。でもこれも今国民の意識が変わってる、働き方が変えられると思っている今だから、東京の働き方と地域の働き方を同時に変えてつなげる大チャンス。それを自治体の人の立場想像してください。どうやって東京の企業を探します？どうやってそれぞれの企業の働き方改革とコミットして地元の側でのワーケーションのためのオフィスやプログラムを用意します？一緒にやらないと無理ですよねっていうところをどうやって進めていくのか。で、これを従来型の交付金で、従来型の国からの補助金で使える施策もたくさんあるんですけれど、そこを企業と組んでやるとか、特定の企業と話し合ってきた結果をそのまま上手に次につないでいくとかっていうことでいうと、どうしても個別補助や制度の制約がある。せっかくだから副業支援と組み合わせたい、職住の自由度が上がっているところと組み合わせたい、そういうところを地方創生の臨時交付金で思い切って間を埋めて思い切った投資を始め、それを複数年度支援するときには平年を参加している地方創生推進交付金を使うと。その中で企業の方が入って働き方改革と地域のワークスタイル、ライフスタイルの変革を同時にやると、大チャンスなんじゃないかというふうに思ってます。そういう意味ではちょっと今度は2つ目のキーワード、1番目がエリア別に広域で戦略をしっかり立てるということだとしますと、例えば、3密対策っていう5ページにちょっと前後して戻りますけれども、今小学校大変です。あの体育館で体育やれる？これ徹底して空気清浄機入れたらいいと思うし、空調も入れたらいいと思いますけれど、その時にまたこれ国の補助金を単純にやるとですね、それに使えるものたくさんあるんですけれど、すっごいこう単価を絞った無味乾燥なエアコンや空気清浄機が山のように羅列して入るし、それ自身発注しようとしても生産が追いつかないみたいなことになっちゃうかもしれません。でも3密対策だからって3密対策だけで終わらせる必要ないんです。だったら図書館をこの際3密対策と同時に思いっきりおしゃれな図書館にしたらどうですかと。で、どうせ3密対策で GoTo 来たって山のような数のお客さんこなせないんだったら、
下の方の真ん中の写真にありますけど、もうどうせ密度が上がらないことを前提にするんだったら、思い切ってラグジュアリーな空間で単価の取れる観光施設のリノベーションを3密対策と一緒にやっちゃったらどうですかと。飛沫対策を気にせずに向かい合いながら食事を楽しめるレストラン、まあ、これもやってみないと本当にいいかどうかよく分かりませんけれども、何しろ単なる3密対策というだけじゃなくて、より快適で付加価値の高い空間作りを、もうこれ施設整備ですよ。経済これだけ消費落ち込むんですから、設備投資で埋めるしかないマクロの経済環境を考えると、じゃんじゃかじゃんじゃか設備投資はこの際してもらった方がいいんです。そのお金にも地方創生臨時交付金が使えるし、そこでじゃあどうやるとおしゃれな空間ができるのか、どうやると高付加価値化と3密対策の掛け算ができるのか、これはやっぱり民間にいるプロの皆さんのデザイン力であるとか、構造的なこう計算能力であるとか、そういったようなものが必要になってくるだろうと思います。掛け算戦略の典型として、もう一個あっち行ったりこっち行ったりで恐縮ですけれども、23ページ商品券旅行券、これまあ典型的にまあいろいろ GoTo で議論ありますけれども、僕はやったらいいと思うんですが、それやり方気をつけたらいいって話だと思いますけれど、商品券って私実は最初にプレミアム商品券やった時の担当の参事官だったんで、あの 15% プレミアム率つければ大体消費喚起になるっていうのも分かってるんですけれど、単なる商品喚起、その消費喚起に終わらせる必要ないだろうと。例えばキャッシュレスをやろうとすれば、地元の店頭にキャッシュレスのリーダーをどうやって普及させるかって問題必ずついてきます。それにも臨時交付金を使います。電子的な商品券を発行して、銀行やいろいろな形での IC もしくは携帯電話でのアプリケーションでの商品券発行してあげることで、地元でおすすめをしたい決済インフラの普及に使えないか、まあ、もしくはマイナンバーの利用普及促進を考えておられるエリアでは、その徹底的なデジタル手段の活用手段として、そこにリンクして使ってくれたら、例えばプレミアム率を 5% 上げますよっていったことをやったらいいんじゃないかと。でもしくはさっきの3密対策、3密対策をしっかりやってくれている店舗には高めのプレミアム率を出したらどうですかと、ないしは高齢者が安心してお買い物ができる時間帯別買い物ゾーンを作る、そういうところに誘導するために、その時間帯に来る高齢者の方にはプレミアム率を上げてあげるとか、旅行でも先行予約型を積極的に入れて、いきなりたくさんのお客さんに乱暴に消費喚起をするんじゃなくて、先まで見通して需要の平準化も含めて先行予約型の旅行券で、特に先々コミットしてくれる人ほど高めのプレミアム率をつけてあげるような旅行券を例えば発行したらどうですか、ないしは先ほど掛け算戦略でお話を一部いたしました、そのワーケーションシフトであるとかサテライトオフィスシフトであるとかも、これ実際に前のプレミアム付き商品券の時にもやった方いらっしゃいましたけれども、それに応じてくださる方には地元に来た時に高いプレミアム率の商品券を発行する、そういう掛け算対策できますよねっていうような形で、この商品券や旅行券っていう政策手段は実はいろんな政策分野との掛け算で、しかも事業者の方から見るととても分かりやすいインセンティブっていうのを持ってこれるんです。でこれも自治体の方から見るとちょっと言い出しにくいところがあるんです。なんであいつだけ先に支援するんだよと、なんで3密対策をやったあの旅館だけ先に支援するんだよ、そういうのはむしろ民間の皆さんの方から先にこうやりたいああやりたい言っていただいた方が受ける自治体の皆さんも動きやすいんです。そういう DMO や地域商社やローカルベンチャーもはじめとして、そういう人たちがどんどん入っていって、こういう商品券の使い方したらいい、こういう旅行券の使い方したらいい、やっていったらいいと思うんです。分野別ご紹介の最後として24ページ、エリア戦略の話、掛け算戦略の話をしたとすると、最後が成長戦略です。これは長話になるといけないんでポイントだけにしますけれども、これまでのエリアは漁業なら漁業、農業なら農業、それぞれの分野の縦型の系列秩序の中で生産に対する協力活動っていうのはたくさんやってきました。で次に地域でそれぞれの農業漁協、それからものづくり、いろいろな分野の中での生活を支え合うための仕組みっていうのも出てきてます。でもこれからは生産でも生活でもなくて成長のためのコラボレーションが必要なんです。でその中で事業承継問題や M&A も含めて、どうものづくりにしても6次化にしても
支え合っていくか、これ外部のプレイヤー入れなきゃいけないんです。地銀さんは大事な役割を果たします。ですけれど地域の事業者の多くの皆さんがどうやったら自分の会社の売り上げを3倍に伸ばせるのか、今までの雇用を守る、今までの契約を守る、そういうことにはものすごく一生懸命やってきた方、経営者の方々も自分の従業員の給料上げるって発想をまず持ってないです。自分の会社の売り上げが5年後に3倍にできるかもしれないって成長戦略ちゃんと書いてる方ほとんどいらっしゃいません。でも地域に1社でも2社でもいいから、お互いに手に取り力を合わせて売り上げ全体を一緒にコラボした企業の中で2倍にしよう、3倍にしようっていう成長戦略を一緒に信じて動ける人たちっていうのを作らなきゃいけないんです。でもそのためにはとにかく後継者を探しましょうって補助金を取ってくるとか、 M&A 先をマッチングしてもらいましょうっていうだけじゃなくて、その向こう側にどういう成長戦略を書くんですかと、そこにエクイティ出資のコミットであるとか専門家の知恵を借りる必要があるんです。この取り組み全体を通じて言えることですが、地方創生の専門家はいりません。教育の専門家、医療の専門家、 IT の専門家、働き方の提案者、出資を通じた事業の成長戦略の専門家、そういう方々がこの臨時交付金っていういろんなものが歯車を噛み合わせる潤滑油としてスッと入ってきているこの瞬間にチームを組んで前に出すってことが必要なんです。そのために今自治体の皆さんと地方創生に一役買ってあわよくばビジネスをしたいと思っている皆さんが出会う機会が必要なんです。そこで今回作ったのが、地方創生推進ラボということになります。新しい生活様式等への対応としてご紹介しなかった分野も含めて一覧まとめておりますが、ちなみにこの時に共通している要素というのは今ご紹介した各分野のプロ人材がいるということと合わせて DX デジタル技術への投資というのがおそらくどのテーマをとっても共通テーマになっているでしょう。そのことは東京でビジネス、大都市でビジネスしておられる方々にとってはもはや常識だと思いますけれども、その専門家の知見を持って新たな暮らしのスタイルの確立、コロナに強い社会環境の整備、もしくは消費投資の促進、それぞれの分野で一緒に戦略を考えてほしいと。それはそれぞれのテーマごとに、ここに例示したような SDGs への貢献というミッションで、企業のそれぞれの皆さんが SDGs にどう貢献するかということともダイレクトにリンクしてまいります。でそこでこのオープンラボは地方公共団体と、これそれぞれの一枚一枚が文部科学省さんであったり金融庁であったり中小企業庁であったり厚生労働省であったりとちゃんと相談をして作ってます。その各省庁の専門家と各分野の専門家と地方公共団体の3社をマッチングしましょうということで立ち上げるのがオープンラボです。今から担当の方からそのための申し込み手段をご紹介いたしますけれども、地方公共団体の皆さんには、特にうちは教育をやりたいと思っているとか医療をやりたいと思っているとか商品券でアドバイスをしたいという人を探しているとかっていう政策分野を登録していただきます。これは明日自治体向けに別途説明会をやります。で各分野の専門家の皆さんは、うちは教育に強いよとか医療に強いよとか通信環境や IT インフラだったら任せてとか、そういう持てる技術ノウハウを持っている分野を登録をしてもらいます。で関係省庁にはそれぞれの所管している国の直接補助金がどこまでできて、どこから先ができないのか、どういう使い方がいいのか、そこをアドバイスをしてもらうと。この3社のリンクをしていただくために、物理的にはオープンラボのカタログというアナログの本を、フィジカルにはホームページの中にそういう仮想空間を作ってマッチングを進めたいというふうに思っております。でここから先お願いしてもいいかな。でちょっとそのためのスケジュールと申し込みの段取りを担当の宇佐美の方から説明をさせますので、聞いてください。よろしくお願いします。オープンラボ担当しております宇佐美と申します。よろしくお願いいたします。私の方からスケジュール と申し込み方法について説明いたします。まず前提といたしまして、このオープンラボを使うにあたって臨時交付金というものが、9月の末に、自治体の方から内閣府に実施計画というものを提出する期限になっております。
なのでその9月の末までに自治体の皆さんにこういう情報を届けるという前提でこのようなスケジュールになっております。まず、先週の8日にオープンラボ立ち上げまして募集開始いたしました。で今月の31日に、登録を締め切らせていただきます。でこの時点で登録いただいた情報をもとに8月の上旬、先ほどのスライドにもありましたがホームページの方で、各自治体が関心のある分野、各、専門家の皆様が持っている技術で、あとは各省庁の施策を紹介させていただきます。でまたですね、8月中旬には、先ほども説明ありましたが、カタログという紙の冊子ですね、冊子を地方公共団体の方に郵送するという流れになっております。一応この8月中旬以降もですね、登録自体は、受け付けておりますが、まあ、やはりこの9月末に間に合わせるということでありますので、一旦7月31日で締め切らせていただきまして、その分を8月に公表していく、それ以降の登録のものはその後随時更新していくという形で対応させていただければと思います。また、オープンラボですね、ご利用いただくにあたって2点書類を提出していただく必要がございます。1点目が画面左にございます利用申込書、2点目が右側にございます技術提案書になります。利用申込書は、技術ノウハウを提供できる分野を基本的に登録していただければそれだけ、分野のご登録をお願いいたします。で各分野で提供できる技術ノウハウの詳細を右の技術提案書にご記入ください。まあ技術ノウハウの概要ですとか、この技術ノウハウを、使うことで自治体がどういうふうに変わるのかという将来像みたいなものですとか、どういうステークホルダーと一緒に進めていくプロジェクトを進めていくことになるのかという点を、こちらにご記入いただきたく思います。で8月の上旬にホームページに情報がアップされるわけですが、例えば専門家の皆様でしたら、自治体のどの自治体がどの分野に関心があるかっていうのを探すことになると思いますので、こちらのオープンラボのホームページにアクセスしていただいて、自治体のアイコンをクリックしていただくと、分野別に関心のある自治体の一覧が表示されますので、こちらからアクセスいただいて関心のある自治体を探してアプローチをしていただくということを想定しております。で本日説明させていただきましたが、まだまだご不明な点あると思いますので、その際にはですね、こちらの問い合わせ先に、ご連絡いただければと思います。また現在ですね、 Google スプレッドシートの方で質問も受け付けておりますので、そちらにご記入いただけましたら これからですね回答いたしますので、よろしくお願いいたします。私の方からは以上です。無作用さんに戻って恐縮でございますが、いくつかすでに質問をいただいてますので、ちょっとここで質問を紹介しながらコメントさせていただく形 でその間にどんどん質問のある方は追加で書いていただければ、決められた時間の範囲内ですがお答えをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず最初に、オープンラボオープン後どの程度のマッチングが起こるイメージですか、今の想定で良いのでイメージをというご質問いただきました。ご存知かと思いますが、全国で自治体というのは特別区も数えると1788ございます。この冊子をもらってぜひ教育をやってみたい、ぜひ医療をやってみたいと株く人たちが、10個に1個だとしても約200の自治体が動くと。でその200の自治体が、まあ、医療だけか分かんないですし、教育だけか分かんないですし、この際だから教育も商品券もやりたいっていうかもしれませんし、うちはリビングシフトに興味があるって方もいらっしゃるかもしれませんし、どの分野で出てくるか分かりませんが、まあさすがに1割くらいのぶどまりでは積極的に来てくれるんじゃないかと思ってますし、これはかなり低く見積もってますので、3つに1つくらいポジティブにアクセスしていただければ、商談先は自治体単位で約500、それに対して複数分野があればそれかける平均分野数というのが
まあ、出てくる商売候補の数かなというくらいの感じで思っております。まあ、そこまでいくと今日本日ご参加いただいている人たちの数もう多分あの事業者単位でと上回ってんじゃないかと思いますんで、まあまあそこそこお客さんはいるんだろうなというのが一つ目です。次に、パートナーとなった専門家は当該事業を自治体からそのまま受注できるんですかと、契約時に特別扱いはあるんですか、こういうご質問がございます。期待値を上げないという意味でドライに言えばありません。やはりその事業者を最終的にお金をつけて契約をするときは何らか競争的なプロセスを経ることになるとは思いますので、今オープンラボでご紹介されたらそのまま仕事が決まるということにはならないと思いますけれども、ただ当然ながら、そこで、実際に仕事が企画をされれば当然その方が仕事を受注しやすいスペックになっていくと思いますので、まあ少なくともそこの部分でまずコンサルテーションプロセスだけ先にあの自治体さんに契約を切り出して有償でやっていただいても、これも臨時交付金の財布がありますから結構ですし、まあその先どういうふうにやるか、後ろに実は似た質問があるんですが、ふるさと納税とのリンクを考えてますというお話があります。あのこのふるさと納税がどこまで特定企業ピン止めでいけるかというのも大変難しい問題なので、これあの、直接ご相談、あの深くそこに悩んでいる方は直接ご相談いただいた方がいいと思いますが、ただ可能性がゼロなわけでもないです。あのふるさと納税の場合でもきちっと競争性のある公募を経て、その上で納税した事業者自身が受注をするという可能性はありますので、したがってすべからく 100% ってことでもないんですけれど、オープンラボで積極的に貢献をいただければそのステージでの少なくとも人件費は回収できるとか、まあさらにはその先の仕事について大きく可能性が広がるということはあるだろうと思います。まあ、そこから先の進め方は個別の自治体のご判断ということになるので、ちょっとすいませんがこれ以上一般論を僕のところで絶対こうなりますよっていうのは若干難しいですから、その辺はよくあのご紹介した後自治体の皆さんとご相談をいただければというふうに思います。6番は、はい、じゃあ6番は、はい、すいません、対応番号、まあ、関心がある分野、該当する分野が複数ある場合に、技術提案書を、まあ、複数ページ提出するようなイメージなのかというご質問いただいております。あの基本的には例えば3分野ご登録いただいたら3枚技術提案書を提出していただくイメージでおりますが、仮に例えば1つ目と2つ目の分野がですね、何かこう連携して取り組むようなあのイメージでいましたら、その1番目と2番目の分野に関しては1枚の技術提案書にまとめて、記載していただくことも可能です。ホームページに、アップしてます技術提案書の方にですね、記載例というものを設けておりまして、そちらには各分野で1枚記載している例と複数分野を1枚で記載している例両方ございますので、そちらも合わせてご確認ください。8番と9番もお願いしていい？応募分野は10個までかというのが8番。あ、失礼いたしました。応募分野の、数の制限についてご質問ございました。あの基本的に20個対応できるのであれば20個あの記載していただいて構いません。おそらくあの記入欄がですね20個分用意されていないので、もし10個以上ご登録あのを希望されている場合はあの列を追加し行を追加してですね、あの数字をご記入いただければと思います。すいません、おっさんに戻りますけど、次のご質問が、20以外の分野可能でしょうかと、ニューノーマルの観光、インバウンド観光への提案は可能でしょうかと、もしこのテーマをお考えであれば、新たな旅行スタイルっていうのが分野としてありますんで、そこの枠でやっていただければいいかなと思います。考え方としては20個の中でなければいけない理由はないので、どういう形で提案していただいてもいいんですが、今回なぜこういうふうに20のメニューを作ったかっていうと、あのちょっとそれがなかった場合のことをご想像していただければ分かるんですけれど、単純に地方創生に役に立ちたい企業の人と単純にその企業を探している自治体とっていうだけでマッチングしようと思ってもどうつなげばいいのか、分かりにくいと。
でところが20個一応仮定義した輪っかがそこにありますと、あ、俺その輪っかで人探してんだよとか、俺そっちの輪っかで自治体探してるんだよとかっていうコミュニケーションが成立しますし、まあ強いて言えば今後成功事例を公表していく時の統計化をしていくこともできます。あのいろいろな意味で見える化をしていく上では図書館学を持ちますので、まずもなくですね、情報学というのは分類学が起点にございますので、あのしっかりとした分類学を導入することによってマッチングの角度を上げるための手段として今回この20の分野の例示をしております。まあ、同時に大体この辺に収まるんじゃないかと思ってますが、まあ、別にあの必ずしもその20じゃなくて、あらどうしても21個目にこういうことをやりたいんで、こういうのでやりたいんだっていう方がいらっしゃれば、それを提案していただいても別に構いませんので、あのそのところで記載ぶりに悩むことがあれば、あの宇佐美に冒頭 ご紹介あった問い合わせ先にですね、こういう場合はどう書きゃいいんだというふうに個別に聞いていただければいいんじゃないかと思います。何か答えられそうな質問ある？はい、具体的に誰がどのような基準でマッチングを行うのかというようなご質問をいただいております。基本的にこちらのオープンラボに登録いただいた後はですね、あの当事者間で、連絡を取っていただいて、あの実際に事業を行うかどうかというのを判断していただきますので、まず一つ目として内閣府は特段そこ基準等を設けておりません。で最終的には、自治体側も自治体側で判断いたしますし、専門家の皆様も、ビジネスになるかどうかというところで判断されると思いますので、あのそこはもう当事者間に任されております。11、12あたりもいける？はい、複数企業が加盟している団体が登録することはできるかというご質問をいただいております。あの登録いただく単位として企業1社に限っているものではなく、何社かが集まった、団体でご登録することも可能です。その場合多分複数のソリューションがあるということになるかと思いますので、技術提案書も、その数に応じてご提出願います。12はどう？オープンラボに登録した後にですね、地方公共団体と専門家がどのようにマッチングを行うのか、この内閣府のホームページで何かこう直接メッセージを送り合うような何かこう仕組みがあるのかっていうような話がありますが、基本的に内閣府のホームページですとかカタログには地方公共団体や専門家の皆様の連絡先をが掲載されております。なのでその後実際に連絡するのは、あの直接お電話していただいたり直接メールを送っていただいたりということで、内閣府のホームページを経由して何かそういうメッセージを送る仕組みがあるわけではございません。じゃあ13、14やっとくから15から先見といて、次ですけれど、一つの分野で複数のサービス専門領域がある場合、複数の技術提案書を提出する必要があるかというご質問いただいてます。あの結論から言うと、別に一つでも複数でもどっちでも結構です。あの先ほど分類学でご説明した通り、あのマッチングをスムースにするために、あの20個の輪っか作って、どの輪っかに俺は入ってるぞっていうことのために今回分野を出しているということで、一枚一枚見ていただくと、教育にしても医療にしてもあんまり特定の指向性や特にここのアプローチをやってくれっていうことは特定しない整理になってます。ただこのスコープに対してコラボしたいっていうところを、あの分かりやすくするために今回している整理ですので、あの、ただファーストコンタクトで最初は紙ですから、あんまり細かいことご提案いただいても多分自治体の皆さんにそこまで伝わらないんじゃないかと思うので、むしろそんなに専門的に深い知見がない人でも、教育の話だったらこの人に頼ってみようかなとか、医療のエリア全体での IT 化だったらこの人に頼ってみようかなと、あのあんまりサプライサイドに立った細かい話するよりも、ざっくりとお客さんが興味を持つような形で書いていただいた方がいいんじゃないかと思います。ただあの特に制約が絶対1枚でなきゃいけないとかどうでなきゃいけないということがあるわけではありません。それから次のご質問で、20の分野横断して
各セクターのコラボレーションの伴走って話ですけれども、これ気をつけなきゃいけないのはですね、よく地方創生のコンサルで東京が全部金持ってったっていう類の話があるし、私も最初に地方創生立ち上げた時にこの部局いたもんですから、その時わざわざどれくらいの金がコンサルに流れて、そのうちのどれくらいが東京在住かって調べましたけれど、あんまりそういうアホなことやりたくないので、分野並走、複数分野またぐコラボレーションの専門家としての寄り添いがあっていけないってことはないので、別に否定はしませんけれども、僕らどっちかっていうと、医療なら医療、教育なら教育、3密対策なら3密対策、強いて言うとソーシャルデザイナーがエリア全体としてのソーシャルデザインを考える上で、そこは統合的戦略がありますみたいなことだったらあるかもしれませんけれど、どっちかっていうと分野別の専門家に特化していただく形で、まずは自治体とコンタクトを取っていただいた方が、なんとなく後が生産的に進むんじゃないかなっていう気がいたします。ということで15枚かな、はい、はい。ホームページですとかカタログは利用申し込み者のみが利用できるのかというご質問いただいております。ホームページに掲載される情報はですね、誰でも見れるような閲覧できるような状況にしておりますが、カタログに掲載された情報というのはあくまでも登録していただいた企業さんの情報を地方公共団体に送るということで、こちらは一般の方が見ることはできません。こちらオープンラボのですね、最大のメリットとしてはやはり全国各地に一斉に周知をできるという点にあると思います。ですのでぜひご登録いただいて、このカタログにその技術ノウハウの詳細を載せていただいて周知をしていただくと、そういうところがメリットになりますので、ぜひ、ご検討願います。18番までいけんじゃねえか、はい。技術提案書に補足資料をつけた方がいいのか、つけてもいいのかというようなご質問をいただいております。こちらとして補足資料を必ず求めるものではございませんが、補足資料がある場合はですね、つけていただくことも可能です。ただしちょっとこちらカタログに最終的に、するものですので、1枚2枚程度で、お願いできればと思います。もしそれ以上の資料があるということであれば、技術提案書の中に何かこう URL のですね、何かリンクを貼っていただくですとか、工夫をしていただければと思います。もし補足資料について何か、質問ございましたら個別にご連絡ください。申し込みの際に審査があるのかというご質問をいただいています。基本的に審査は全くございません。この20の分野にですね、関する技術ノウハウを持っているということであれば、どなたでも、はい、ご登録いただけます。で、登録した後はですね、一応利用規約というものを設けておりますので、そちらは念のため一読いただければと思いますが、審査というものはございません。また複数企業が共同で申し込むことができるかというご質問をいただいております。こちらもですね、先ほど の複数企業が入った団体が申し込みできるのかと同じ答えになりますが、複数企業で共同申請も可能です。その場合はですね、その場合もその企業同士がどういうふうに連携してどういうソリューションを提供するのかっていうのが分かりやすいように、技術提案書に、ご記載いただければと思います。じゃあ先読んでいて、次の質問ですけれども、一企業で複数申請できるのかと、できます。やっていただいて結構です。ただお許しをいただければ、やっぱり本当に得意なところ、とりあえずうちはいろんな事業全部またいてるから、とりあえず20個全部出しとけみたいなやり方よりは、うちは特にここが得意ですっていうところに重点を置いてやっていただいた方がありがたいっちゃありがたいですけれど、一つでなきゃいかん理由もないし、絶対全部俺は20個全部に貼るっていう企業の方がいたら、それはいかんちゅう気もありません。そこは常識的にご判断いただければと思います。カタログの更新のタイミングって難しいね、これ。あ、そうですね。まだね、ごめんなさい。とりあえず最初のカタログを揃えるのに手一杯なんで、更新のタイミングは決めてないもんですから、やるかどうかも含めて、ちょっとこれは宿題として今日はお持ち帰りをさせていただければと思います。それから次に、専門家とはどういう定義になりますかっていうことですけれど、ごめんなさい。大した専門家じゃないです。
もしくは個人っていうよりは本当は事業者単位でアプローチして、事業化者単位で自治体さんとか教育委員会さんとかエリアの医療関係者とパートナーになっていただいた方がいいんじゃないかと思ってますが、まあ、個人ベースの場合も事業者ベースの場合も両方あり得るということで考えてます。でその時にもちろん一人一人はそれなりに医療素人が医療の IT 化で俺を任せろって言われても困っちゃうんで、普通にまあそうですね、変な言い方ですけど優れたベンダーのソリューションさんの営業程度の知識は持っていてほしいという気はいたしますが、決して研究者というレベルのことは考えていません。先ほどの複数資料とか資料の出し方とかってことありますけれど、正直ありがちなんですが、自治体の皆さんに最初にお伝えする情報はお家に帰ってご自身の皆さんのお父さん、お父様、お母様、じいさん、ばあさんに説明して分かる程度の分かりやすさがないと、いきなりそれ Java がどうしたとか、いきなりその LGWA でこれからはローラの時代ですとか、そういうこと言っても全く伝わりませんので、どういうふうに分かりやすく普通の人に伝わるかっていうことをよく考えて、それぞれのシートも考えていただいたらいいし、自治体のフロントに立つ専門家の方っていうのはどちらかというとバックエンドに本当の専門家持ってても、自治体の方のフロントに立ってほしいのはそれを分かりやすくお客様にきちっと理解できるように伝えられる分かりやすさを持ってる人。まあ、本当は難しいことを分かりやすく喋るのが一番難しいんで、それを専門家って言うんだってご意見もあると思いますけれども、そういう意味での専門家っていうのを大事にしていただければというふうに思います。その次まで僕が行きますと、地方公共団体の飛び地と民間と連携した場合、特別な申請方法ありません。ワントゥーワン限りません。むしろ飛び地戦略は僕は個人的にはおすすめです。同じような戦略を考えている自治体が隣接しているケースってあんまりありませんので、むしろ東京を介さずに同じような思いでハートフルやる、同じような思いでリビングシフトやる、むしろそういうのは積極的に進めたいと思ってるくらいですんで、例えば新たな旅行スタイルなんていうのも典型です。大体隣の自治体同士が新たな旅行スタイルで同じ戦略取ったらうまくいかねえっていう場合もあれば、逆に言うと隣接だから雪国観光圏で一体としてやりましょうってケースもあると思いますし、そこはいろんな形があっていいと思ってますので、それについて特になんかワントゥーワンでなきゃいけないとか特定分野でなきゃいかんちゅうことはないです。で次はあんまり僕向けの質問じゃないんで宇佐美に任せます。はい、すみません、ハートフルって素敵な題ですねというコメントをいただいております。これらの20のテーマはですね、各省庁と連携して議論して作って資料など作っておりますので、はい、各省の思いもこもってるというものこもってるものとして理解していただければと思います。もうちょっといける？あ、はい、事業者から自治体の登録された案件を選択して個別にアクセスすることが可能であるという認識で間違っていないですかというご質問あります。はい、間違っておりません。自治体からはですね、関心分野をまずは登録していただきます。で具体的にこういう事業がしたいっていうところまで検討が進んでいれば、その関心分野の隣にですね、こういうプロジェクトをしたいですっていう具体的な説明も掲載してもらう予定ですので、まあ、オープンラボのホームページを見ていただいて、まあ、個別に自治体の方に連絡をしていただくという流れになります。28まで行ってもらってもいい？申請した場合アクセスのある自治体は全国が対象になりますか、特定の地域をこちらから指定できますでしょうかというご質問がありました。技術提案書の方にですね、対象地域を、記載する欄がございます。もし全国の自治体からですね、連絡を受けたいということであれば全国とご記載いただければ構いませんが、まあ、特定地域に注力したいということであればその特定地域の名前をそちらの欄にご記入ください。今日の説明会の動画や質疑応答結果はどこかに公表されますか？はい、本日の、説明会の資料がアップされていました。オープンラボに地域未来構想20オープンラボのホームページに
本日の動画とあと質疑応答のですね、結果を公表する予定でございます。なるべく早くアップしたいとは思いますが、ちょっと本日中っていうのは厳しいのでご了承ください。登録した後に、自治体にマッチングしていただく際、自治体からご連絡をいただけるのでしょうか、それとも、自治体を教えていただいて自治体名だけを教えていただくというやり方になるのでしょうかというご質問ございます。オープンラボに登録していただいた後ですね、内閣府の方から特定の自治体と特定の専門家をマッチングするということは行いません。自治体側から企業に連絡していただくか、企業側から、自治体に連絡していただくという流れになります。でその連絡先というものは、内閣府のホームページにアップされることになります。そうなるか、はい、次にと、ちなみに次の質問にいただく前にバックして戻って1番と2番のコマが今回ってきたので、そっちをお答えしますと、コンソーシアムでの応募は可能です。それから8月以降でも申し込めるのかってことですけど、一回期限切ってますのは、そうしないと最初のマッチングが始められないとか冊子の編集ができないという便宜的な都合により一回締め切ってますんで、ただ逆に言うとそこに間に合っていただかないと最初のマッチングの山に間に合わせられなくなってしまいますので、できるだけ期限は守ってほしいというのが希望ですが、それでもなおそれを越した場合どうなるんだってことについては、ないしはちょっと個別の事情があればご相談をいただければ、もしくは8月以降の対応については別途ご報告ご相談をいたしますという感じで考えています。とりあえずマッチングのために便宜的にスケジュール設定をしているというふうに思ってください。オープンラボには全自治体が登録していただける見込みが現時点で立っておりますかという端的でご質問いただいておりますが、端的に答えると立っておりません。いくつ来るかは明日また自治体の皆さんに説明会をやってそれ次第ってことですが、最初ご説明した通り、少なくとも1割は来るだろうと、できれば3割くらいは来てほしいなと、あとは自治体の温度感から言うと正直言ってまだまだ協力金をあちこちにせっせと配分するのに忙しいとか、感染症対策が心配なんで、とりあえずそんな未来のことなんかまだまだ自治体の現場感からするとやってられませんよっていう方々も結構いらっしゃいますんで、ちょっとそこから先のぶどまりがどこまで立つかは読めないというのが現状です。申し訳ございません。もしそれがぶどまりが分かるようであれば、それも何らかの形で皆さんにお知らせできるような仕組みが作れるようなら考えてみたいと思います。協業の提案ができるかということですけれど、可能ですが、先ほど来申し上げている通り、この20の設定は便宜的にやってます。ですが逆に言うと、あんまりおおらかに20と関係なく皆さん提案されちゃうと、マッチングのために作った分類学の意味がなくなってしまいますので、これはあくまでもマッチングのための手段だという理解のもとで、皆さんがお得意なソリューションの形に合わせちゃって提案するんじゃなくて、できるだけ20の分類学に合わせると、私はここの分野とここの分野とか、ここの分野とここの分野のコラボに強いとか、できるだけ情報の交換やマッチングを効率化するために上手にこの20の分類学を活用してほしいと。別にハートフルって言ったらハートフルでなきゃいかんかどうかっていうことではなくて、それだったら僕らの取り組みはこの分野かなという形でつながるための手段としてうまく分類学を使ってほしいというふうに思っております。カタログ内容は全民間企業や専門家が見えるんだっけ。はい、カタログ内容はですね、自治体のみ、カタログは自治体のみに配布いたしますので、全自治体は、閲覧できますが、専門家同士でですね、お互いが書いた内容を見るということはありません。あと1問です。ちょっと時間ですので、あと1問お答えいたしまして、他の質問につきましては、追ってホームページにアップする Q&A の方で答えさせていただければと思います。すみません、先ほど1問飛ばしていたかと思いますが、オープンラボに登録した内容が、一般に公開されるといたずらに多く連絡が来ることなどを懸念しておりますという、コメントをいただいております。実際にですね、内閣府のホームページに登録していただいた内容というのは誰でもできる状態にいたしますので、
例えばこういう点ご懸念、懸念されているようであれば、申し込み書の内容、こちらが内閣府ホームページに載るものです。申し込み書には個別の連絡先まで書かずに、技術提案書の方で、具体的な連絡先を書いていただくというふうにしていただければ、自治体のみに連絡先が伝わる形になりますので、そういう形でのご対応も可能です。最後にちょっと数分オーバーいただいて、電話取って切っちゃって、この紙で最後のラストメッセージをお伝えをしたいと思います。ピンチをチャンスに変えると、住民の皆さんの意識変革があるからこそ、今が政策でそれを後押しするチャンスだと。もう今ほどピンチをチャンスに変える好機はないと。でその心は何かっていうと、結局自律的な地域経済をデジタルの力を借りて作るっていうのが、ある種全部に共通している要素なんですけれど、それはどういうことかっていうと、今まで全部縦型のそれぞれの産業とかそれぞれの分野の仕組みに全部ぶら下がってきてるんです、地域経済は。でコラボするって言っても、農業の中とか漁業の中とか宿泊業の中とか、それぞれの中で足りない財源を補助金をもらいながら支え合ってきてるということなんですけれど、全体、日本全体が、地域だけじゃないですよ、日本全体が人口減少化にある中で、みんなが今の縦割りのままそれぞれに設備投資をして、それぞれに利益の出るビジネスモデルを同じ数のプレイヤーが理屈で考えてかけるはずがないんです。むしろデジタルなインフラや進んだ重要なインフラこそ、みんなで分野を超えて協調して投資をしないといけないんです。ただ今の局面が難しいのは、遠隔教育のインフラにしても、遠隔診療のインフラにしても、商品券をどう運用するかにしても、ワーケーションをどう進めていくかにしても、一番工夫とイノベーションが必要なところに、みんなが協力して一緒に取り組まなきゃいけないものが分野横断的に入ってきちゃってるってことなんです。今回のピンチをチャンスに変えるという臨時交付金は、まさに各セクションごとの取り組みではなくて、それを横串刺すエリアだったり、産業横断だったり、成長戦略の専門家だったりっていうところの知見を積極的に横串を刺して、地域ブラ、ある意味それぞれの産業セクターにバラバラにぶら下がってきて複合経済なしてた地域経済を、地域経済自身が分野のセグメントを横に越えて突き刺していく。ただしその時に地方創生一般論で入っちゃダメ、教育から入る、医療で入る、リビングシフトで入る、ワーケーションで入る、具体的なテーマから横串を刺していくような動きを、それぞれの分野の専門家に上手に作ってほしい。そのために積算の制約のない臨時交付金を縫のように上手に作ってほしい。それを一緒にやれる民間企業と自治体のパートナーを作りたい。これがまさにオープンラボっていう名前に今回の取り組みをしている理由です。小難しく言えば、簡単に言うと地域経済の DX したいだけなんです。それを上手に進める切り口、きっかけとして、今回のオープンラボでの出会いを皆さんに上手に使っていただければと思いますので、何卒よろしくお願いをいたします。じゃあ宇佐美ちゃん、最後に何か言ってあげて終わりにしよう。繰り返しにはなりますが、本日の資料内閣府のホームページにすでにアップされております。説明会の動画、質問、答えた質問も含めてですね、いただいた質問すべてに関しての Q&A というのを、後日ホームページにアップしますので、そちらを合わせてご確認ください。個別に何かございましたら、資料のですね、一番最後のページにあります連絡先まで、ご連絡いただければ対応いたしますので、はい、ぜひ、積極的に、ご登録のご検討よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、以上です。ありがとうございました。お疲れ様です。